はい、突撃です。どっちにしようかなと思ってんだけど、遠足行ってきた学年どっちがいい？野中先生でいいや。でいいやは失礼でした。でいいよ。はい、でいいは失礼でしたね。はい、はい、じゃあ遠足で行く。遠足で行く、うん、季語入れるんだよ。30秒。春と秋。二重季語って言って両方の季節でダメなんだよ俳句は。遠足は秋もあるよ、楽しみだ。これ季語なのか？いや、季節入れたからいいかな。まあ、わかりました。ありがとうございました。